はい、皆さんこんにちは、お正月もついに、3日目に突入しました。はい、どうも。昨日は随分飲んだね。本当朝の4時ぐらいまで、まあでもね、楽しいお正月で過ごしてますよ。やらなきゃいけない仕事もたくさんあります。販売もしなきゃいけないとかね、もうラジオもやって日記も上げて、それですけどね、今日は映画に行こうかなとかね、いろんなことも思ってますね。はい、で、今日話をしたいのは、僕はこうね、日本に来てからずっとタクシーに乗ってるようなところで日本の今の景気のね、動向を調べてます。でもうね、実を言うとね、乗ってる回数すごいんですよ、タクシーね。細かいところも全部乗って、名古屋東京と乗りまくってます。1日に 3,4 回乗るからね。だからまあ20回以上乗ってるんですよ、細かいところ含めると。それでタクシーの、運転手に取材しました。本当はね、これ YouTube で動画でやりたいんですね、 TTM 剛君みたいね。でもね、あんまりそれだとめんどくさいんで、やっぱラジオで話そうとね。だからまあ信じてくれない人はいいです。でも信じてくれる人もいるということで、いきましょう。はい、それでは言いたい放題チャンネル新宿からです。行ってみましょう。ということで、あと数秒ありました。頑張ります。言いたい放題チャンネルです。はい、何って長く分からなくなりましたけど、今日のこの話でね、すごく大事なことっていうのは、タクシーに乗ってね、消費税が上がったらどうなるかっていう話をね、ずっとねしたんですよ。で、前にジャーナリストとかいろんなとこ行った時に、消費税なんか上がったって平気だよって話をして、随分言いたいこと言われたんですよね。で、だから簡単に言えば、タクシーに乗れば大体わかるじゃないですか、年末年始。それで消費税が上がった10月からここまでどうですかって聞いたんです。で、東京と名古屋、今の現状ね。で、正直名古屋は半々でしたね。悪くないですよっていうのと、あんまり良くないねと。ただ悪くなったっていう人はね、ほとんどいなかったです。で、驚いたのが東京、20件以上ね、全部リサーチしまして、1、2件がね、あまり良くないなっていうのがいたけど、あとはみんな悪くないですよっていう人ばっかりでした。景気ってね、悪くなってないんですよ、まず。ただ、要するに何だろうな、野党支持のマスコミとかそういうのは、悪くなったというふうに言って、プロパガンダしたいんですよね。で、なぜだか分かんないんだけど、消費税上げ上がってって、常年司とかさ、百田さんとか、ああいう人までが言ってるでしょ、これおかしいですよね。景気下がってないです。でね、彼らは下がらなかったのを見てて、今度どういうことを言ったかというと、オリンピックが終わったら下がると。でね、これもないです、正直言ってね。大体こういう話で僕が前々からずっとラジオで言ってる通りになっちゃうんですよね。で、理由は簡単で、この景気が下がる、下がらないとかね、パーセンテージとか、国民がその 2% って言ったって生活が変わらないってことなんですよ、みんなね。で、タクシーの運転手が言ってました。これ面白い話ですよ。いや、2% 上がってね、どうのこうのとかね、景気があって言ってるけど、所詮、そう言って上がって、文句言ってる人間はタクシーなんか乗らない人種だと。だからタクシーから乗る人種からしたら関係ないんだと言ってましたね。はい。で、やっぱり経済の景気がいいから、宅建とかね、そういうふうにね、現金と乗らないものも増えてきてるし、ということも言ってましたね。だから、正月ね、タクシー止めるの大変でしたよ、はっきり言って。で、車もいっぱい出てるし、初詣の人も出てるし、ようやくだな、なんていうかな、真実が流れて出てきたんじゃないかなと思います。でね、税金 10% の問題やった時に、やっぱり嘘の報道多いじゃないですか。昨日も言ったから同じようなこと。結局、その税金の指数で日本っていうのは消費税のにね、ものすごく頼ってる数字が大きいっていうんだけど、それはいいんですよね。他の税金はね、そんなに高くなくて、消費税 10%、高々 10% でしょ。それで、他の税金よりもね、依存率が高いってことは、税金安いってことじゃないですか。で、安いんです、はっきり言ってね。それで、他の、例えばヨーロッパの諸国でみんな野党とかさ、クソマスコミが言ってるような、あれあるじゃない？あれってさ、おかしな話で、消費税 25% でしょ。ね。それで、なんだろうな、所得税の、もうあれもね、50% 以上。ね。それが当たり前なの。社会主義のね、傾向が多いからね。よく共産主義がね、なくなったと言ってるけど、とんでもないですよ。社会主義傾向が大きいんです。それで、いやでもね、言ってるけど、医療とかね、福祉とかそういう教育はって言うじゃないですか。で、これはね、本人たちにみんな聞いた時なんだけど、医療、そんなね、ただで受けられる医療だったら人なんか死んじゃうんだよと。だから本当にちゃんとした医療を受けたいんだったら、お金かかると。だから、医療費なんかの軽減よりも、所得税をちゃんとあれしてくれっていうのが普通ですよね。だから、風邪ひいて何でもいいやって、普通に、ああ、いいや、風邪ひいてやって薬もらうだけだったら、はっきり言って、そんなの医療費はただもクソもないってことですよ。教育もそうね。自分たちが受けたい本物の教育を受けるんだったら、要するにお金がかかるんですよ。ね。だからどこでもいい大学に入ってね、どこでもいい高校を出てとか言うんだったら、それはお金かかんない方法を取ってたとしても、いや、僕は東京大学以外行きませんよって言ったりとかするじゃない？ね。そしたらお金かかるんですよ。だから結論から言ったら、そんな福祉大国とか言ってても、そんなのね、全然デタラメ。ね。医者もそうね。だから、死んでいいような医療を受けるんだったら、それは国の口で行きなさいってことじゃん。ね。だから、これはね、もう変な話だけど、やっぱりね、日本が、はっきり言って、すごくいいことは事実なんですよ。
ね、世界の動向から考えてもね、日本は要するにさ、またプチバブルだと言ってるけど、弾ける内容のものはないですよ、土地も何も。だから、景気はいい。これで終わりだと思います。だから、景気がいいとか悪いとか言うんだったら、タクシーなら一発で分かります。本当にね。それ以外にね、例えば商店街のさ、おじいさんとかさ、そういうの聞いたってしょうがないですね。どういうところが儲かってて、どういうところがダメかってことをちゃんと分かるべきでしょ？だから、例えばトヨタに聞けばトヨタがいいって言うじゃん。ね。で、日産に聞けばあんまり良くないっていうかもしれない。だから一番の企業がいいって言ってるのは、いいっていうことですよね。さあ、これね、皆さんちょっと真剣に考えてください。だから、オリンピックの景気っていうのは絶対できますから。で、オリンピックの後がダメになるとかいろんなこと言ってるけど、全部考えてますよ。IR の誘致から何からね。日本は経済的に何も、他の国に比べるとそういうところはしっかりしてるから、全然問題ないというふうに思ってください。ただ、問題ないけど、もっと要求したいってなるでしょ、いろいろ。だから、それも税金もそういうことで、結局ね、税金を払ってる、払ってないっていろんな話になるけど、税金ってさ、いくらでもあっていいんですよ。ね。貯めてきゃいいんですよ。だから、足りてるじゃないかとかさ、ね。例えば、お前、金儲けてんじゃないか、これ以上儲けていいと思ってるのか、いいに決まってんじゃん、仕事だってなんだって。ね。それを日本の国が良くなることに対して、何を文句があるんだろうっていうことですね。マスコミの人たちはね、どう思ってんだろうかなっていうふうに思いますね。今年の景気の傾向は良いです、絶対。年末までいいです、ずっと。ね。だから、当然、日本は景気対策のために、オリンピック以降のことを考えてます。オリンピックの主要地、跡地。ね。これもどうやって使うかも分かっていることを考えてください。で、都知事は簡単に言うと、小池再選です。ね。公明党がもう小池再選をはっきりと言ってますし、自民党も半分以上小池ですよね。結局、自民党の中で内部分裂しても小池に負けます。で、マスコミ、例えば有本さんなんか、僕大好きな人なんだけど、ね、小池都知事のことを散々ボロクソ言ってますよね。だけど、小池が勝ちます。要するに、国民の中で、というか、都民の中で、小池人気ってのは相変わらずすごいんですよ。人気あるの。ね。これがまずね、分かってもらわなきゃいけない。誰が悪く言って、誰がね、落とし込んでるか。これは、野党でも与党でも政治家でも何でも、そういうのがなんか言って、ジャーナリストがデタラメ言って、落とし込んでるんですよ。分かりやすいんだよね。分かりやすいのは、だって小泉進次郎そうでしょ。あれだけ要するに自民党の中で浮いてるような状態だったのに、一転して大臣になっちゃったら、要するに今度は保守派の層の人間は褒めて、なんだろうな、簡単に言って野党側の方はさ、もうマスコミは全部攻撃し始めたでしょ。これおかしいでしょ。ね。だからもっと本筋をついてほしいんです。で、もうしょうがないから、今石破さんだけ持ち上げたでしょ、野党は。ね。石破さんがなったら終わりますよね、日本はね、いろんな意味で。だから、我々は安倍さんがね、これまた別のところでも話すと思いますけど、なぜ習近平を呼ぶかとか、そういう話の、裏方もちょうど分かっているので、いろんなね。だから、それを考えたときに、今の日本っていうのは、よく考えて進められてるなと思いますね。これは長期政権ができるからなんです。いくらね、いいことを考えてても短期政権だとできないでしょ。ちょっとまず咳をします。ごめんなさい。だから、安倍さんの政策っていうのが、どんどんこうやって何年も使える。だから、4選があってもいいです。ね。一番人気のあるね、一番力のある首相とかね、総裁が4期続けるっていうのは、自民党の内部規約、内部のね、しっかり変えていけばいいということですね。ちなみに今ね、ちょっと事故がありまして、これ放送事故なんですけど、今一回ね、音が止まっちゃったんです。だから、途中からこれね、やり直してます。気にしないでください。どちらにしてもね、人気のある、力のあるその政権が続くことがいいに決まってて、ドナルド・トランプも再選しますから、この2つのリレーションシップは最高だと思います。世界で政治家として、やっぱり長寿の政治家っていうのがいて、それが力を発揮してて、経済もいいって、これ最高でしょ。ね。憲法も改正しなきゃいけません。何がいけないのか考えてください。ね。みんな、なんで安倍さんがダメなのかいけないのかってことを、ダメな理由をね、知った方がいいですね。私のフェイスブックの友達なんかでもね、安倍はね、人殺しだとか、なんとかわけのわかんないこと言ってますけど、全くデタラメですね、ほんとね。そんなこと言ってんじゃなくて、今の日本を今後ね、全員がどうやってね、安倍を支えていくかって考えるべきじゃないですか。ね。共産党の小池さんがなったりとかさ、ね。例えば、もちろん自民党内部でも問題だけど、ましてやもう、枝野とか、立憲のね、ありえないですよ、はっきり言って。まず、分かりやすいこと言うと、国際的信用がないし、国際的なそういうね、バックボーンがないから、簡単に言うと、国際的に攻撃されるんです。で、日本からとにかくお金取ったりとか、日本を貶めると、落とした方がいいんですよね。特にフランスとかヨーロッパはそうです。
だから日本はアメリカと、インド、あとイギリスを組むということですね。台湾は小さい国ですから組むというような話にはならないかもしれないけど、みんながちゃんとしっかり考えてね、そういうことができるようにするのが一番大事だと思いますね。はい、時間になってしまいました。まだまだ取材します。タクシーに乗っていろいろ聞いていこうと思うので、経済のこと、今後の日本、2020年度楽しくやりたいと思います。はい、それではさようならです。どうもありがとう。この番組はあなたの街のエンターテインメント、ウィザードインがお送りしました。